はい、おはようございます。ダニエルと言います。ではこのバターチョロッキーとかいうね、ちっさいやつ作っていきます。もう年末にやってしまったってわけでね、今年はもうすぐ終わりなんですけども、まあ最近もね、ちょいちょい仕事が増えてきたんですけど、やっぱ掃除系の仕事がね、年末多いんやなっていうのはね、最近非常に感じますね。今日の動画なんですけども、まず1件目は常連のおばあさんのお宅なんですけども、その玄関の床がね、ほんとすごい黒ずんでてね、カビかなんかわからないですけど、あと壁がね、すごい緑っぽくなってて、コキかわからないですけど、それをね、もう高圧洗浄機でジュワーってね、もう綺麗にしてほしいっていうね、そういう2つの仕事をね、仲間の便利屋の人と2人でやってきました。はい、続きまして2件目は江戸川区の方まで行って、これ確か TikTok の視聴者の方やったんかな、まあ、あの家の掃除ですね、トイレの掃除とコンロのところがね、なんか油で汚れてるから、そこの掃除をしてほしいっていうね、その2つの掃除をしてきました。まあそんな感じでね、今月もラストスパートやっていこうと思います。それでは見ていってください、どうぞ。ここのね、玄関周りの床がね、すごい黒ずんでるんで、これを落としていきたいと思います。水垢とかね、そういうのサンポールが一番効くということでね、これ試していこうと思います。匂いがきついんですけどね、まあそれはしょうがない、そんなに。あんま落ちないかも。あんま落ちないですね、サンポール。やっぱカビなんですかね、この黒いの。カビっぽいな。そうですね。あ、でもめっちゃ落ちてるような。綺麗になりましたね。こっちの方もどんどんやっていきますね。本当ですか。はい、ありがとうございます。これまた。いい。ありがとうございます。いや、本当、これは売りですわ。ありがとうございます。切っちゃったの、根元から。そしたらまた出てきちゃったのね。え、これ根元から切ったのはそれ。そうそう、出てきちゃったの。あ、そうなんですか。これ、お茶してくれ。あ、すいません。ありがとうございます。本当です。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。また何かあったらいいと思います。はい、何でもはい、またよろしくお願いします。はい、はい、お疲れ様です。玄関前のね、床のカビを取るっていうね、そういう作業が終わりました。この作業でこの2万5000円というお金をいただきました。今日のお客さんもね、ほんとリピーターの方でね、もう今日が3回目かな、もう何回もね、お電話いただいてる方なんですよ。そういうリピーターの方のおかげでね、僕は仕事を続けられると言っても過言ではないでしょう。ということで、もう帰ろうと思います。お疲れ様でした。海詰めるやん。珍しいじゃん、あんた。ねえ。すごい水やな、本当に。すごいね、ここまで見つめるのなかなかない。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。江戸川区の方まで来てコンロのね、下のところの掃除とあとトイレ掃除っていうのが終わりました。1時間とちょっとぐらい2万500円というお金をいただきました。まあ江戸川区ってね、正直初めて来たんですけども、まあちょっと遠かったですね。まあね、仕事はめでたく終わったということで家に帰ろうと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。今日もね、いつも通りの野菜炒めなんですけど、これを食っていこうと思います。なんかね、料理してたらね、もう玉ねぎめっちゃ切ったんか、玉ねぎがすげえ威勢良かったんかわからないですけど、めっちゃ涙出てきましたわ。今日の玉ねぎはピチピチしますわ。もうね、12月も半分過ぎてしまったわけなんですけど、もう言うて年末ですね。これね、2022年もね、終わろうとしてるわけですけども、今年1年間はね、ほんと激動の1年間やったわけなんですよ。ね、今年の1月って、TikTok のフォロワーが多分4000人とか3000人とかそんぐらいやったと思うんですよ。YouTube のチャンネル登録者数も多分1000人とか2000人とかそんぐらいやったんですよ。今年の1月まではね。なのにですね、今現時点ではね、TikTok のフォロワー6万人ですよ。YouTube のチャンネル登録者数は3万8000人ですよ。増えたね、本当に。めっちゃ嬉しい話です、ほんま。今日もネバネバしますね、本当に。うぇい。今年の初めとかさ、YouTube の収益もマジで数千円やったんやんか。1ヶ月で数千円ですよ。何の出しにもなれへんわっていうぐらいやったんやけど。でも今はね、やっぱ数万円ぐらいのね、お金をいただけてるわけですよね、YouTube さんからね。YouTube だけでね、食っていけるほどでもないからね、全然大したもんでもないんですけど、まあ今年1年間はね、もういろいろと忘れられないようなね、ことがいっぱいあったんでね、いい1年になりました、本当に。いや、それにしてもね、やっぱりこの年末っていうのは、掃除の仕事がね、基本的に多いわけなんですよね。掃除屋さんになったら、みたいな、そういうこともね、なんかちょいちょい言われるんですけど、それ一本のね、業態にするのはね、あんまり考えてないかなって感じなんですけど、とはいえ掃除系の仕事が多くなるのは、この12月特有なんかなと思うんですよね。なので、1月になったらまだどんな仕事が来るんかっていうのは、まだ未知の世界です。もう1月になってみないとわからない感じなんですよ。まあ、1月暇になるようやったら、またあの手紙攻撃であったりとかね、あのまたチラシ配りであったとかね、またね、ちょっと再開するのもね、全然ありかなと思いますね。そういうのって確実にね、仕事来るんですよ。すげえ地味で原始的なやり方やけど、そういうのもね、全然やっていこうかなと思いますね。おそらくこの調子でいったら、ほんと1月は結構暇になるでしょうね。12月もまあまあね、十分生活していけるだけの収入はあるとは思うんですけど、でもまあ先月に比べたらね、とんでもなく落ち込むような感じはもうほぼ確定でしょうね。うん、うまい。まあ年末に向けてね、まあゆったり仕事やっていこうと思いますが、ちなみに僕は30日に地元和歌山に帰ろうと思ってます。29までは一応東京で仕事するかな。それ30に帰って30、31、1、だから2日か3日ぐらいにはまた東京戻ってこようかなみたいな、そういう感じにやっていこうと思います。今年もね、29日までは東京にいますんでね、もうガンガン仕事依頼していただければと思います。はい、ということで今回の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンやっててください。それではお疲れ様でした。